はい、バラチューバーのね、皆さんね、私も友達なんか多いんですけども、YouTube で。これ、まあ、これは、ミケランジェロですね。うちの方も咲きました。それと、さっき、この前からね、咲いてますのこれね、エブタイドっていうこの種類のね、これ、ナメクジにやられちゃって、もうこういうところはね、もう本当に、ちょっと気がつかなかった。もう、ね、もうこれ、ちょっと残念ですけど。エブタイド君、なかなかね、これね、しっかりしてまして、たくさんね、つぼみをね、つけて、花咲いてくれてるんです。これもね、本当にね、かわいいやつなんですよ。もう、借りかけてダメかなと思ったやつを、割引で買って、で、植えたらね、これ、この中で一番元気だと思います。で、枯れて病気もならないし、ちょっと消毒しといたらね、ですけど。ミケランジェロ君もね、これね、なかなか黄色い花で、これ、綺麗だなって、ね、思ってます。はい。で、一番期待してるね、このダブルデライト君がね、これね、こんなになりましたけど、はい。でもなかなか香りが良くて好きです。でも苗自体があんまりこれ良くなかったんで、と思います。だからもう、この倍ぐらいの苗で値段高いですよね、やって買うと、うん、いいんでしょうね。はい。これ、ハニービーナスです。今、5月の中頃にね、なりかけれるんですけども、ゴールデンウィークのね、中なんですけどね。もうこのように、花水をね、どんどんこう、でっかいのがついてましたね。上の方にもずっと行ってるんですよ。はいはい、困りまして。こんなに花水ついたことはないんで、私はね。はい。ですから、花水のこう、生協栓があったらダメだと思うんですよ。で、これは農研機構さんのシャインマスカットの方の例なんですけども、あっちでまた、シャインマスカットありますからね、またやろう思うんですけども、だいたい4センチぐらいこれ残して、この先っぽを切ると良くなるっていうんですよ。っていうのは、実がだんだん大きくなってきますんで、で、こっちの方にもね、エネルギーがやっぱりいることになりますから、で、花ぶるいをするという話なんで、こう切った方、切って、商品価値を高めるということなんですよね。まあ考えてたんですよね。その比較の、あとリンク貼っときますけども、比較を見てもそんなに私らもね、素人栽培ではあんま差がないんですよ。で、農家さんはやっぱり商品としてお売りになりますから、ですからまあ、ジベリン処理もやって、フルメットとか、スプレプトマイシンですか、ああいうものをお使いになって、商品価値を高めてはるわけですね。その分きっちり価格に跳ね返ってくるわけなんですけども、家庭栽培はね、そこまですることあるんかなって、ね、いつも時々思うんですよ。ジベリン処理は失敗したら真っ黒けになりますからね、大柄で、そういう痛い目にあってますからね、まあ、ここは自然に任せてというような、私はね、うん、そういうふうに思ってるんですよ。まあ、慣れてきたらね、ジベリン処理やってもいいと思うんですけども、あんまりね、最初、こう、カスがついたって言ってた時に、ジベリン処理して、ね、全部真っ黒焦げになったって、それはやっぱりさすがに嫌でしょう。うん、皆さんも嫌と思うんですよ。だからね、あんまりね、真似せん方がいいと思いますよ。はい。はい。で、まあ、こっちですね、これね、4センチぐらい残して切るって言って、まあ、これちょっと切っておきましょう、いっぺん。これね。で、切った後は、消毒しときます。この上、二つ三つして、あとはちょっと置いときましょうかね。比較対象にしましょうか。ね。こっちの方は、ブラックオリンピアとシャインマスカットなんですね。で、ブラックオリンピアの花水が、こう、すごい勢いでして、で、まあ、ほんとこれ、暴れん坊将軍になってるんですよ。もう一人で暴れてます。バーって。で、シャインマスカット下のところで、これも、まあ、栽培家さんからね、見たらね、やっぱこっちに出した方がいいよって言われるかと思いますけど、まあ雨よけもありますし、それがそうやってね、もう家庭栽培でちょっと無理したことで作ってますんで、そこはちょっと突っ込みなしよと言いたいところなんですけどね。で、これもね、ブラックオリンピアも全部これ実るわけじゃなくて、花が落ちます。で、おそらく半分ぐらい落ちるかな、というふうに、思ってるんで、花水をね、ちょっと成形しようと思います。洗濯しようと思いますね。はい。これちょっと汚いですけどね、今日は桃のね、摘果したとか、から、これ、ハニービーナスとかね、ブラックオリンピアとか、この辺をね、花水を全部これ綺麗に
撮りました。まだもう1回ぐらいやらなかったらダメじゃないかと思うんですよ。もうあの再言っても結実しないようなやつもやっぱありますんで、ですからそれはねまた撮っていかなかったらダメです。それが終わると今度はまたデラウェアをね大量にまたあのこういう風に落とすんですよ。デラウェアそのままなったらねもうなるんですけどね、50フサぐらいにちょっととどめておきますんで、というふうに思ってるんですもんね。ですからほっといたら100フサぐらいできるんですよ。ですからもうその半分以下に抑えるという、そういうねまたねあの手間がいるんです。はい、貧乏暇なしでございますわ。こっちの方にありますのはあのジュエルマスカットですね。こう芽吹きがこれ綺麗なあのしてきまして、育ってきております。芦田農園さんからね来たやつですけどね、まあ今年いっぱい本当に何メーターぐらいまで行くかなってちょっと楽しみなんですけどね、まあ、そうしましたらあの来年もしかしたらちょっとかすりつくかもかもかもしれません。ちょっといい加減になってますけど、ね、こっちの方はですね、ネオマスカットですね。はい、ネオマスカットね、これもどんどん成長させて雨よけのある方にねこの枝をぐっと誘引するという、そういう作業が必要となってきます。はい、リノカレモンの方もねご覧いただきましたけど、もう立派にあのレモンの形になってきました。これも10個もついてないんですよ。ご覧の通りそんなに大きい木じゃないんで、もうこれをやっちゃうとおそらくこれね、そうですね、6つぐらいかなと思ってるんですけどね、ちょっとまたあの、修正して適化するかもわかりませんけど、あんまり実らせると、去年のこれみたいになるんですよ。マイヤーレモン君ね。もうこれあの、頑張って生きてくれてますけども、今年は成長にちょっと期待を寄せるということで、もう実全部取りました。今年は。はい。断念しました。マイヤーレモンね、まあ、あの、お酒飲む方とかそれだったらいいんですけどね、味が少しどっちかというと柑橘のライムのような感じですんで、まあ、あのうちはそれほどねちょっとこれ正直のところね人気なかったんですよ、家族には。むしろあのリスボンレモンの方はね喜んで食べてましたんで、はい。でまあリノカレモンは実るとしましてね、リスボンレモンの方がこれ花がついてきましたんで、あ、でも折っちゃいましたね。これね、ほら、ほら。ついてたからって喜んでたけど、折っちゃいましたわ。はい。もしかしたら結実する能力ないかわからんですね。まだね。花は咲くけどもってやつですね。咲いても一つか二つか。去年は一個だけ。はい。ということです。まあ今年、マイヤーレモンと、このリスモンレモンダメでも、リノカレモンがこう実ってきてますから、大きくなってますから、あ、ここなんかすごく大きいですよ、これもうあの親指ぐらいになりましたこれね。ね、はい、まあだからこれはまあそうだということでですね。こっちはですね、あのフェイジアのプリティグリーンの方ですね。これも花芽これもついてきました。まあここだけじゃなくて、またあっちの方にもね結構たくさんニョキニョキニョキっとね、あのキノコ山のみたいなかわいいかわいいね、あれがあの出てきてるんですよ。はい、でこっこっちはあのジェミニかなと思います。ということで、出してもらってますが、ジェミニの方もこれ少しずつですかね。こういうの。ここですね。見えますかね。これね。はい。ちょっと影になってるかな。はい、これがね、ジェミニの花水です。まあ今年もあの咲いて、まあ、できたらね、実ることを希望してるんですけど、どうやら相性が悪いんで、その、隣とかマンモスとかジェミニに花粉を与えても、ジェミニの花粉はよく受け付けますよね。はい、そうそう、トライアンフの方ですね。これあのこっちに見えてますのがフェイジアのトライアンフです。これもね、あ、ついてますね、よく見たらこれあの花芽です。これはい、つきかけてますね。まあトライアンフはあのマンモスとの相性がいいって言われてますんで、そのまた実験なんかもねできたらというふうに思っております。これはあのフェイジアの方のクーリッジです。花芽はね、はっきりとはね、これ出てないんですけどね、まあこれからね、この花芽がつくという、そういうの、段階のね、ステップをね、踏んでくると思います。ここは花芽、これ花芽だと思いますよ、これね。見えますかね。ここ。ね、これですね。いくつか花芽ついてます。つきかけてますんで、はい。
フェイジアの方のこれマンモスです。これはあの花芽を突き出しました。上の方にもねかなりいっぱいに花芽ねついてるんですよ。上の方っていうのは去年伸びた中心の枝なんですね。このフェイジアのマンモスの上の方に伸びてますん でこっちの下の方は結構あの私も剪定しました。で結果押しでもう実った後の枝なんかも残ってますから、これはやっぱりねその花水がついてないんですよ。もうこれはもう本当にセオリー通りですね。はい、まあ上の方はたくさん花芽あの ついております。はい、こっちの方のフェイジアはですね、去年品種不明でコメリさんで買った、3年生ぐらいかなの継ぎ木苗のフェイジアで、おそらくねこれもジェミニじゃないかと思います。葉っぱが小さいんですよ。はい、アポロなんかじゃないです。はい。これね、花芽ね、これついていました。まあ、この花芽、花が咲いたら、隣にあっちに見えますね。これ、クーリッジね。これにね、こう、バトンタッチしようと思うんです。で、クーリッジが咲いたら、こっちやってみようと思うんですね。はい。はい。さて、いかがだったでしょうか。今日はこの辺でね、失礼いたします。また多くの皆さんと、このチャンネルでお会いいたしましょう。では、ごきげんよう。さようなら。